ペラルゴン酸は、9個の炭素差の末端に、カルボキシル素を持つ飽和脂肪酸である。使い古した、食用油に似た、不快な匂いを持つ油状の液体で、水にはほとんど溶けないが、クロロホルムやエーテル、アルコール、酢酸エチルにはよく溶ける。消防法に定める、第4類危険物、第3石油類に該当する。天然には、エステルとして、天軸青族、キイチゴ族。 アジャニア族の植物の精油に含まれる。高濃度で皮膚や角膜への刺激性を示す。エルカ酸を保存分解した際にも生成される。人の皮膚にも存在し、加齢に伴う匂いの原因物質として2008年に特定された。皮脂の酸化による30代男性特有の匂いであり、ポリフェノールが豊富な目マ強い草抽出液によって、 匂いが緩和されるという報告もある。酸化される要因としては、紫外線などの外的なものや、ストレス、生活習慣の乱れなどによる内的なものがある。特に30代男性は、皮脂分泌量がピークとなるので、酸化が顕著だと言われている。発生源は、皮脂腺の多い胸、背中、首周りなど。 ABC プレスリリースライオン株式会社2008年11月13日、放棄情報 ABCD 環境省、安全性評価資料、ペラルゴンお及びペラルゴン酸カリウム塩2015年10月、環境省水、大気環境局土壌環境課農薬環境管理室、平成27年11月12日中央、環境審議会土壌農薬部会農薬省委員会、 ペラルゴン3及びペラルゴン3カリウム使用資料2017年6月9日、閲覧、コブストレンドサプリ、男の曲がり角は34.7歳です。コブスオンライン2008年12月5日、ありがとうございます。